やっほー、皆様いかがお過ごしでしょうか。貢献テストでございます。久しぶりにね、ちょっと朝ごはんとかで作っていただいても美味しいお料理ご紹介しようかなと思います。トースト食べますか皆さん。朝トースト、食パン1枚だけでできるおしゃれなことしちゃいます。めっちゃ簡単で美味しい。しかもフライパンで手軽にできます。サクサクホットサンドなんていかがでしょうか。では早速作っていきたいと思います。今回2枚使いまして2種類作ります。しょっぱいホットサンドと甘いホットサンド、2種類もう手軽にできます。だからもう2つ作ったら朝甘じょっぱいのを味わえます。すごくおすすめ。いいですか、早速いきます。フライパンにバター、ひょいとバター熱しまして、ちょっと溶かしましょうか。はい、バター溶けてきましたらですね、この食パンなんとなく両面全体にさっとバター絡めます。全体にねバターをすべて吸収させます。でですね、はい、もういきなりポイントに入っちゃいます。フライ返しでしっかり押さえながらこんがりと焼いていきます。そうすることによってサクサクに仕上がるんですよね。このようにバターを吸収させた後押さえながら焼いていく。これがね、驚くほどサクサクになります。結構思い切って押さえた方がサクサクになります。めっちゃ気持ちいいですよ。しかもこう押さえるのね、あのホットサンドですから、あの手動でホットサンドメーカーやってるようなもんと思っていただいたらいいですね。ほら見て、まさにホットサンドメーカー跡。これこんな感じで、ちょっとこうね、せっかくふわふわの食パンを押さえつけるというのにちょっと罪悪感が抱いてしまうかもしれないんですけど、全然押さえることが美味しいです。押さえつけて成長させる、今の教育と真反対の全近代的な教育で作っていきます。で、好みで追いバターしていただいてもいいですよ。このしっかりバターを吸わせた方が美味しくこんがりとなります。で、これ不思議とね、ちょっとしつこいんじゃないかと思われるかもしれないんですけど、この押さえつけてパンの水分を飛ばしながらカリカリに焼くとね、サクッとしてすごくね、重たくならないんですよね。好みで追いバターしてください。 OK、 では裏返し、あー、いい感じ。見てここね、カリカリじゃないですよ、サクサクになります。で、好きな麺を上にしていただいたらいいと思います。サクサクで、ここでおハムからのズーチーで、好みでケチャップ、これかけすぎるとはみ出てしまいますので、もうちょっとだけピュッで、これをですね、もう半分に折ります。すっごいね、パリパリサクサクなんですよ。半分にこのように折りまして、さらに押さえつける教育をやっていきます。見て、このもうサクサクなんですよ。しっかりこれもう半分に折って、あー最高、香りが最高です。で、このチーズが溶けてね、それでくっついてくれるのでご安心ください。こんな感じで、あー、いい感じ。 OK、 いい感じになってきましたので、これを切りたいと。ちょっと長財布的な感じもしますけども、いいですか。イエーイ、あれ、ウェートルー、イエーイ。すいません。見ても手軽にサクッとできました。
サクサクホットサンド。じゃあ続きまして甘いホットサンドを作りたいと思います。続きまして甘いホットサンド、材料はこちらシンプル。見て、食パン1枚、同じようにあんバターチーズ、あんバターチーズ、これも鉄板でございます。手軽にできて最高に美味しい。手順は同じ。フライパンにおバターを熱します、ね、同じように溶かします。溶けてきましたら同じように両面にバターを吸わせます。さっとでいいよ。はい、さっと全体にバターをまとわせましたら押さえつけていきます。しっかり、ここ思いのほかしっかり思い切ってやってください、ね、もう同様にサクサクになるまでやっていきましょう。 OK、 もうぺったんこでございます。これを同様に、あーいい感じ、ほらサクサク。そしてさらに押さえつけて繰り返してくださいね。あ、でこれ言うの忘れたけど、ここに視線が集中するとね、この火傷しちゃうんですよ。ここに指がフライパンの縁に当たったり、ここに、これで気をつけてくださいね。ちゃんと指先も見ててください。特にお子さんともし作るときは本当注意してくださいね。ではですね、あん、これも市販の買ってきてます、まあ、適宜のせてください。あんまり乗っけるとまたねはみ出ちゃいますので。そしてからチーズ、イエーイ、折ります。イエーイ、あー綺麗、押さえつけます。よし、うん、こんな風にしてチーズを溶かして裏返す。 OK、ではぺったん長財布切ります。お、どうかな、地味またお酢、イエーイ、おいしそう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 よ、ほらイエーイ。これで甘い小倉バターチーズも完成。はい、お盛り付け完成しました。こっちがしょっぱいハムチーズ、サクサクハムチーズホットサンド、こっちが甘い小倉バターチーズサクサクホットサンド完成。これ交互に食べたいね、交互に。それではいただきます。まずはしょっぱ系から、うーん、いただきます。音聞こえますか？これ。もうね、びっくりするぐらいサクサク。何これ？ライカパニーニ？パニーニなのか。とにかく美味しいこれ。うん、うん、間違いない。甘いやついきます。小倉バターチーズ、うん、うん、また言っちゃうけどね、売れるこれ
ほんまにフライパンで押さえてあれするだけよ。これ売れるね本当に。食パンがちょっと違う、こう次元の違う食感になります。あのホットサンドメーカーでグーッというのとまたちょっと違うんですよ。自分のこの手押しというか手動で押すとね、サクサク加減とちょっとしたパンの中の方のふわっと加減が絶妙で、今回しょっぱい系甘系いきましたけど、もうお好きな具を挟んでください。何でもいけると思います。何でもちょっと出てこないけどちょっと抑えるからそんなにこう水分の多いものじゃない方がいいと思いますけど、いろいろ入れてみてください。もう最高です。甘いのもしょっぱいのも。朝ごはん、休みの日のちょっと朝と昼の間とかね、ぜひぜひ皆さんで作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録もお願いいたします。バイビー。